自分たちが楽しみます。最後までよろしくお願いいたします。3回目かな、出させていただいて、本当にね、もう秋の風物詩というか、自分の中ではもうね、1年のうちの大イベントの一つになっているんですけれども、今日もね、本当楽しんで、こんなにお客さんいると思わなかったんで、ちょっと来てびっくりしたんですけれども、楽しんでいきますんで、最後までよろしくお願いいたします。いつもね、ライブの度に緊張して忘れてしまうんで、もう今日はね、最初にうちにメンバー紹介しときます。そうすると忘れることないから。オンベース、ベースもとっても上手な阿部ちゃんこと阿部龍子、イエイ。阿部ちゃん、阿部ちゃん、阿部ちゃん大丈夫、大丈夫。なんかね、
体調悪いらしいんですよ、あの年のせいか男の人にも更年期障害ってあるのかなみたいな感じなんだけど、なんかねもう年なのか運動不足なのか分かんないけど、もういろんなところがつるそうなんですね、もうあちこちつってね、今日は大丈夫ですか本当にね、あの気をつけましょうねお互いにね、オンギター、リードギター&コーラス、マッキーこと牧原元美、イエイ。マッキーなんかないの今日お知らせとか、 あれかあの今年3月に盛岡市の与内に、居酒屋のなごみっていう店がオープンしたんだけども、そのことをみんなの前で言っていい今日、あ言ってるかもね、なんか説明したら、あ桜台ホームの方々限定飽きてないとは思うんですけど、うん、ありがとうね。あ、本当だ。わ、わ、二十人ぐらいいたの今日ね。ありがとうね、本当にね。というわけで、マッキーですね。よろしくお願いします。では、私、あの、見なくなっていますんで、一つよろしくお願いいたします。さっきもね、あの、袖で、そこでね、こう、緊張するとね、本番中にもう、いろんなとこつっちゃうかもしれない。その時、一人で帰るねって言ってんだけども、あの、ね、いっぱいの お客さんの前だから、ね、緊張が高まる、もうねここはあのお花畑だと思って俺がやろうよみたいな感じで、ね、もうその辺にはねとっても綺麗なバラたちがこう今見てますね、向こうの方ではねとっても素敵な桜たちが、そんなイメージでやろう、なんか変なあ向こうの方はなんか野菜畑でじゃがいもとかの野菜大根たち、あいやいやそっちはダメですよ、今日はね、よろしくお願いします、じゃあ次の曲を、いいですか、もう今いい天気ですよね、とてもね、大丈夫ですか、マスクして1年前に作った夕空っていう歌を聴いてください。もらえたの一つも
返せない僕だった。もう一度あなたのそばで暮らす日を夢見て、心に秘めたアルバム、あなたの好きだった白い花、風に乗せる空に飛ばしているよ。あの星に届けと、あの星に届けと。前にあそこにあのなんか猿が来たとかと思う、うん、知らないですか？え、俺だけ知らない。あ、知ってるだよね。あのね、今年確かにね、俺も仕事中にあのなんだ、カモシカ、3頭ぐらい見たね。それも盛岡のすぐ川目とかあの辺ですよ、ね、もうね、車を停止したら横走ってるんですよね。で、あ、カモシカだって見たら同じにこう走ってて、向こうもあ、人間だと思いながらこう走ってたのかなと思うんだけど、で、あとクマとかもやっぱりね、なんか人里に来てるとかつって、ね、山に今年夏暑かったからそのせいかな、餌がないのかなと思ったりするんですけども、本当にね、猿とか本当危険ですからね。あの、あれですよ、下手にね、見つけても追っかけたりしない方がいいですよ。あのね、猿るものは終わりですね。どうもありがとうございます。じゃあここからは、フルタイムがお送りする歌声ジャンボリー。どうもご声援ありがとうございます。まあ単純な配信、ぜひね、皆さんも朝からね聞いてらっしゃってね、そろそろ俺にも歌わせろっていう方々がいっぱいいるじゃないかなと思って、ですね、あの、あれでしょ、簡単な話、みんなで一緒に歌おうということでね、一つになって大きな声でね、ぜひ元気よく歌ってほしいなと思います。よかったらこの2人何でも弾きますからね、なんかあのみんなで歌いたいっていう曲があったら、何かあったら、あ、わかりました、心の旅ですね。大丈夫、心やれるやれる。あの、あれですよ、私知ってますよね。あの、あ、だから今夜だけは君を抱いていたい、あ、明日の今頃は僕は汽車の中っていう、そういうやつですね。じゃあみんなでこれ歌いましょうね。あの、年頃の娘をね、持つ父親としてはね、あ、だから今夜だけは君を抱いていたい、あ、明日の今頃は僕も汽車の中で、なんかね、明日は旅立ってどっか行っちゃうのに今夜だけは抱いていたい、とんでもねえ野郎だなっていうような、そんな歌だ、そんな歌ですけども、まあよろしく、あ、違うから。そっか、あのね、わかんないとか、私が先導していわゆる昔の何て言うんですか、歌声ね、喫茶みたいな歌声フォールっていう感じで、今日はぜひやってみたいと思います。ぜひご協力ください、お願いします。愛は終わりと言った、ね、もしも許されることなら、なら眠りについた君を追体
明日の今頃は僕は列車の中あ、いいな、これ面白いな。自分の歌より楽がいいけど、いい楽で、こんな感じでですね、実は毎週じゃない、毎月第3土曜日かな、盛岡市の、高松の池のところにカモンっていうとっても素敵な喫茶店なんですよ。あそこで毎月第3土曜日の7時から1人ワンドリンク500円でこういうふうなこう、ね、歌が好きな人たちが集まって、ね、昔のフォークやら演歌やら、ね、童謡やら歌ってこう楽しんでる会がありますので、毎月第3土曜日7時からぜひ一人でも来てね、本当楽しめるし、楽器持ってる人はもう何でもいいんで持ってきてみんなで賑やかにやってる、そういう会がありますので、それに私も仲間に入れてもらって、まあ、お店で主催してるんですけどね、そういう会がありますので、よかったらば、ね、遊びに来てください。全く一人でも来て十分楽しめますので、ということで PR でした。どうもありがとう。ありがとうございます。ベリの存在を知ってですね、学生の時にこうギター弾いて楽しんでて、でしばらく、ね、働き始めてこうギターを教えとかしま、ね、ピアノ隅にしまい込んでて、で、もう10年ぐらい前かな、このベリの存在を知って、あ、楽しそうだな、俺も出たいなということで、またギターを引っ張り出してね、それまではね、本当にギター部屋の中にはあったんだけども、ほこりまみれとかね、弦は錆びついてたりして、ギターの役目っつったらば、まあ、へそくりを隠すっていうくらいの役目しかなかったんだけども、いいんですよ、この中こうバレなくて、まあ、何言ってんだよ、まあ、そしてね、本当それからまたギター持って歌い始めて、こうね、いろんな人と出会い知り合い、本当にこう仲良くさせてもらって、なんかその人との出会いっていうのかな、それがね、音楽以外にも親しくしてもらってこうお世話になったり、しまいでは親戚のなんか仕事のね紹介までしていただいたり、本当にたかが自分のこう始めたね、フォーク好きだった趣味がそういった広がりとか、なんて言うんでしょう、人との出会いっていうのがすごく大きいな、まあ、やっててよかったなと思って、ちょっとした本当にね、少しの出会いでも、ちょっとした本当に少しのあれでも、大切になんかしていかないといけないなと改めて思ってる今日この頃でございます。じゃあ次の曲をじゃあやりましょう。はい、じゃあ微笑みっていう歌聴いてください。ちょっとこれ暗い歌なんで、それなりにすいません、お願いします。散らばって途端屋根を過ぎる、たった一人で雲を追いかけていた頃がある。雪の道を振り返ると、そこに二つの足跡、一つが僕で小さな方が、これから僕と生きる人、上手に生きてゆけないならば、せめてつまずかないように、あどけない君の心に燃えるものもろさを
指でそっと綴ってみようか。静かに降り積む雪のように、この人を包んでいたい。して歌うことがあるだろう。君の思い出の歌を愛し愛そして別れた。あと1曲用意しちゃったんですけどもね、あとはまた来年のお楽しみということで、また来年どうもありがとう